子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんばんは。本日はカードリッチの話になるんですが、皆さんはどんなカードリッチがお好みでしょうか？私はですね、濃厚で骨太な音が好きなんで、オルトホンのカードリッチ SPU-G を普段使ってるんですが、これ重量まあまあありまして、 SPU-G で 31g、 SPU-GT トランス内蔵タイプで 32g あるんですよね。このように重いカードリッチは背負えるトンアームっていうのが結構限定されるんですが、本来であれば、まあ、同社オルトフォンの RMG212 や RMG309、 あと RFG309 なんか使うのが、まあ、ベターだとは思うんですが、身近なところでね、あのテクニックスのターンテーブル SL1200、マーク2からかな、これらはあの補助ウェイトが装着できるタイプなんですが、まあ、そういう形であればウェイトを足してね、 SPU-G や GT を楽しむことができるんですよね。私の場合はあのコセっていうのかな、 KOSE っていうんですが、コーセかなという、あのサードパーティーから出てる、あの販売されてる補助ウェイトの 30g のものと 10g のものを、まあ、連結させて SPU-GT トランス内蔵のもの、まあ、32g のものをバランスさせて使用しています。でこの小さい方 10g のやつ、説明ではね 10g ってあの書かれてるんですが、実際に測ってみると 16g あったんですが、まあ問題なく連結させて使えております。 SPU 使ってみたいなって方結構いると思うんで、試してみてはいかがでしょうか。ただ一つだけね、あの注意点があるんですが、私が使ってるのは、テクニクス SL1200M3 なんですが、補助ウェイトをつけたままだと、あのターンテーブルについてるあの蓋使えなくなります。ウェイトのね、尻の部分がちょっと長くなるからなんですが、蓋に当たっちゃうんですよね。ですから使い終わったら補助ウェイトはね、外してあの蓋下げてます。ちょっと手間なんですが、まあそれくらいの妥協ならまあいいかなって感じで使っています。まあ今回の動画は SPU のまあこういう使い方もできますよっていう紹介になります。早速取り付けていきたいと思います。こちらがね、台の方で 30g です。こちらが小かな、 10g って書いてるんですけど、実際に計測したら 16g ありました。これをね、このネジ穴に連結させます。これで 46g、 ちょっと重い感じしますが大丈夫です。これまず用意しておいて、で使用するカードリッチはオルトフォンの SPU-G シェルの T トランス内蔵タイプです、ね、オーディオニックス機のものです。ビスとかマルビスです、はい、これを取り付けまして、アンチスケートはゼロにしておきます。でこれを取り付けます。これをここに、これで OK です。それで次はアームが水平になるように調整します、はい、今ちょっと軽すぎる感じ、今水平しましたね。今こんな感じで水平してますよね。これからここの部分ね、ここメモリをまずゼロにしますね。ここをゼロにすると、はい、で私の場合 2.5g で使用してるんで、まあおおむね 2.5 ってところに合わせます。でもこれ合ってるかね、ちょっと微妙というか、ちゃんと振圧計で測った方がいいと思います。で振圧計で測ってみます。 2.7 ありますね。 2.5 に設定しましたが 2.7 あります。ちょっと抜きます。 2.55、 2.57、 もうちょい、
まあ、概ね合ってれば、まあ、こんなもんでいいでしょう。いや、ちょっとちゃんと合わせたいな、どうせなら 2.52、 まあここでいいでしょう。これで OK です。ちなみに先ほど話しました通り、ケースはね、当たって付けられなくなります。この辺で当たっちゃいますね、はい、アームが動いちゃってます。こんな感じですから、ケース使いたい場合はアームを毎回取り外す必要があります。私はこれケースも使わないで布かなんかかけておこうかなって考えております。はい、これ実は自宅のシステムではなく、あのオフィスの方、第二文化振興室のシステムで使用するために用意しました。自宅の方では SPU-G にトランスないタイプにヨルゲンの、MC トランスナンバー41番を合わせてるんですが、第二の方はより簡潔にしたかったのでトランス内蔵タイプの GT を用意しました。あとこの使い方だとテクニックスさえ置いてれば、まあどこにでも、まあ、持ち運んで使えるっていう利点もありますから、出張にも良さそうです。あとヨルゲンの41番と内蔵トランスの音質比較も、まあ、やってみたんですが、思った以上にいいフィーリングだったんで、今回、まあ、正式に採用することにしました。音ピックアップしてすぐトランスに入るんで、構造的にも有利なんでしょうね。いや、しかしやっぱオルトフォン SPU いいですね。まあ、太いっていうか、まあ、濃いというか最高だと思います。というわけで、また面白いことあれば動画にしていきますんで、引き続きよろしくお願いいたします。最後まで動画の方ご視聴ありがとうございました。それではまた後ほど、さようなら。